皆さんこんばんは、釣り鍋田です。本日は天気も悪いので、もう1週間ぶりか10日ぶり1週間ぶりちょっと分かんないけど、そのぐらいぶりの自宅飲み、やっと酒飲める。そしてね、今日はなんかせっかくなんで、どうせ飲むならちょっと面白くしてみたいと思って、セブンイレブンでせんべろ1000円以内で美味しく酒を飲む、そんな感じで、まあ商品、買った商品とかね、いろいろ紹介していければなみたいな、みんなもそんな感じでね、気軽に晩酌をね、楽しむのもいいかもしれませんよ。まあそんな感じで、まあ今実はちょっと前にも撮り終わったんですけど、もう飲みすぎちゃった感じで。よし、それではせんべろ紹介、セブンイレブン行ってみましょう。
うまい。ラッピの、久々に食べた俺これ。前にあのベイビーとかのお店やった時に手前でよく頼んで。Mm-hmm.